今日のね、この動画を見ていただければ、ショーツを30代ぐらいから、20代後半から30代の方でも、ショーツを大人っぽく、おしゃれに着こなす秘訣っていうのを、学んでいただける。どうも、のみかずです。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。今日の企画は、ファッション企画！そして、究極のショーツ短パンのブランドの紹介と、コーデの解説を徹底解説！サンシャイン！それでは始まりました。今日もよろしくお願いいたします。今日の企画はですね、こちらのショーツ企画でございます。リクエストがね、たくさんいただいておりまして、ショーツをおしゃれに大人っぽく着こなすにはどうしたらいいですかということで、本日はこのね、ショーツを大人っぽくおしゃれに着こなす秘訣っていうのを解説していきたいと思います。夏はね、やっぱりね、暑いですよね。で、ショーツ履く機会って僕は個人的に好きでよく履いてるんですけれども、やっぱりショーツ短パンを履くときに子供っぽく見えがちで、どうやったら大人っぽく着こなせるのかわからないという意見がすごく多かったので、今日のね、動画を作ってみました。ショーツっていうのはね、どうしても子供っぽく見えがちっていうのが、まあ一つ重要なポイントにあると思うんですよね。僕も個人的に20代の若い時よりも20代後半から30代ぐらい、少し大人になってからの方が、ショーツのスタイルっていうのを大人っぽく着こなせるようになってきたかなと自分では思っています。ということで、僕のね、おすすめのショーツのブランドをご紹介しつつ、そのコーデをいくつか何パターンか、お見せしつつ解説していきたいと思います。それは早速ね、もう前置きは置いときましてやっていきたいと思います。ではまず1つ目、そのおすすめのブランドです。はい、まあいろいろね、アウトドアのブランドでパタゴニアの、アウトドアのショーツとかをね、おすすめする方すごい多いと思うんですけど、個人的に僕がもうシーズン3シーズンぐらい通して毎シーズン買っている3つショーツ持ってるんですけど、これ全部同じブランドです。このブランドはキャプテンサンシャインです。キャプテンサンシャインっていうブランド、知ってる方知らない方いると思うんですけれども、日本のデザイナーさんのブランドなんですけれども、かなりね、ルックとかを見ても割とモデルが、年齢層が高い渋いおじさんがモデルになっていたりと、まあ、大人の男性に向けたスポーツテイストとかレトロなクラシックテイストを交えつつも現代風にアレンジしたような、そんなブランドになっています。で、個人的にキャプテンサンシャインのアイテムっていうのは、前にも紹介した和紙の T シャツとか、あとはこのようなショーツっていうのも生地がね、めちゃくちゃいいんですよね。なのでショーツを選ぶポイントとして、この生地感、シルエットっていう部分をね、重要に見ていただけたらと。まあ、キャプテンサンシャインって聞くとなんかすごいキャプテンアメリカとかね、サンシャイン池崎さんとかね、思い浮かべる方いるかもしれないですが、それとは全く関係なくキャプテンサンシャインです。はい、まあ、このね、まあ、ショーツ3つともある程度同じようなシルエットなんですけども、キャプテンサンシャインのこのショーツのどこがね、大人っぽくおしゃれに着こなせるのかっていうのをちょっと解説したいと思います。個人的に僕が思う大人っぽくショーツを着こなすポイントとして、30代ぐらいとかの大人な感じでショーツを履きこなすときに、あんまり丈が長いハーフパンツっていうのはやや子供っぽい印象になってしまいます。なのでパタゴニアのショーツだったりとか、アウトドア系のショーツって結構丈が短いですよね。で、このキャプテンサンシャインのショーツも割とこの丈は短めです。なので普通に履くと膝がちょっと出るぐらいの丈感なので、ややこう抵抗がある人多いかと思うんですけれども、まあ、逆にハーフパンツでこう隠れてる方が、僕は個人的にはちょっと子供っぽく見えてしまうような感じがするんですよね。子供の頃もハーフパンツってよく履きましたよね。で、短パンってね、結構こうピチピチの水着の短パンとかはすごいちょっとクラシックすぎてダサかったりするんですけども、このキャプテンサンシャインのショーツはその絶妙な丈感でありつつも、シルエットが少しワイドなんですよね。で、3つどれもそうなんですけども、ややワイドシルエットで、ふんわりなんかこう生地が厚手なので、なんていうかね、こうバルーンシルエットといいますか、シルエットが少しワイドなところが大人っぽく着こなせるポイントだと思います。丈が短くてかなり細身でタイトだと、少しクラシックな印象で、もうちょっと昔っぽいっていうかね、おじさんっぽい感じになってしまうんですけども、このキャプテンサンシャインのショーツは短い丈ながらもシルエットにかなりこだわりがあって、すごいね、シルエットめちゃくちゃいいんですよね。で、例えるとこの無印良品のショーツを
去年買ったんですけれども、これはですね XL のサイズで大きめにしてワイド感を出そうと思ったんですけれども、やはりその作り的にはワイドなシルエットではないので、ややここが裾がねしぼまっていて、なんかちょっとやっぱ違うんですよね。で生地もすごい薄っぺらくて、なんかテロテロな生地なので、このようなね張りがある生地でワイドシルエットを作ることで、すごいこうシルエットがかっこいいんですよね。このオレンジとかもめちゃくちゃ派手なんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。でそんなこんなでね、キャプテンサンシャインのショーツっていうのは、大人っぽくショーツを履きたいという人にとてもおすすめなショーツでございます。はい、3つとも持っているのをちょっと詳しく見ていきますと、このオレンジはもう本当コットンの生地で、少し張りがある生地感ですね。でサイズいくつだ、サイズ32で、あとのこの2つがですねシアサッカー素材なんですよね。で春夏のよく見るとこのように凹凸がポコポコとあるストライプの生地で、シアサッカー素材、涼しげな印象ですね。で生地でもね、このように普通のコットンじゃなくて、こうシアサッカー素材とかそういう部分を使ってあげることで、大人っぽい印象にまた一歩なるかなと思います。こちらのサイズは32ですね。これも32、これだけ30だったかな。これも同じ素材ですね、シアサッカー素材、これがサイズ30。これだけね、スティーブン・アランとのコラボの、キャプテンサンシャインとスティーブン・アランのコラボのショーツです。で30で32で、あまり、まあ、すごい大きさにめちゃくちゃ変化はないので、まあ、それはちょっとサイズの好みかなとは思うんですけども、このねシアサッカー素材のストライプのショーツが、まあとにかく使えますね。これは本当めちゃくちゃ気に入ってて、丈短いんですけどね、結構丈短いんだけどワイドシルエット、それがかなりポイントかなと思います。でテロッとしてるんですが、やや張り感のある素材感なので、このようになんかね、なんかあんまないですね、こういうシルエットのショーツっていうのが。本当僕的に究極のショーツだなと思っています。そんな感じですね。はい、ということでね、もう早速ショーツのコーディネートを見ながら解説していきたいと思います。それではね、やってまいりましょう。さて着替えてきたんですけどね、ショーツ一回ちょっとこのシルエットをリアル、あの近くで見たかったので、一回コーデ前にこのシルエット、こんな感じです。結構こう広がったようなね、ワイドなシルエットなんですよ。で膝が若干見えるかなってぐらいです。で、まあ、ハイウエストで履くと結構この出てくるので、あんまり上で履きすぎるとちょっと違うんですよね。でなのでギリギリこう膝が見えるぐらいが僕はベストだと思います。はい、でね、大事なことをお伝えし忘れていました。コーデに行く前に、もう一番コーディネート、ショーツのコーディネートで大人っぽく着こなすポイントっていうのは、長袖と合わせるっていうところです。まあ、結構この長袖と合わせるっていうのは知ってる方も多いかもしれないんですけれども、どうしてもねショーツと半袖を合わせるとやはり子供っぽく見えがちなんですよね。で真夏はなかなか暑い時に長袖着るの難しいかもしれないんですけども、ショーツと合わせるもう絶対的な大人っぽく仕上げるポイントは、長袖シャツとかね、あとはこういったカットソーでも長袖と合わせることでとてもバランスが取ることができます。あとは靴をサンダルとかも大人っぽいグルカサンダルとか合わせてあげると、すごく大人っぽく着こなせるポイントだと思いますので、早速ねコーデの方を見ていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、では一つ目のこちらのコーデ、テーマは1回目の鎌倉デートで爽やかにショーツでのご登場。このように同色で合わせるっていうのが一つ目のポイントです。今回ショーツはシアサッカー素材のダークブラウンとブラックのストライプのショーツですね。そこに同じような色合いのトップスを持ってきて、で長袖のトップスですね、少し袖を折ってあげることでこなれ感も演出できます。でサンダルをこのようにね、グルカサンダルのホワイトを合わせることで、トップスとパンツはダークカラーで合わせつつも、足元で白くね爽やかさも演出しております。このようにね、同色で合わせると本当にこう大人っぽい印象に簡単に作ることができます。はい、それでは2つ目のコーディネートはこちら。テーマは2回目の鎌倉デート、今日の夜こそ告白して彼女を作るぞというアウトドアコーデ。サコッシュもピルグリムサーフのブラックのサコッシュをポイントに、バンドカラーシャツ、小森のバンドカラーシャツに、
ストライプのショーツですね、ホワイトとライトブラウンのショーツと、あとは足元のユッタニューマンのブラウンも色味を少し合わせて統一させました、パンツと靴でブラウンでの色味、そしてシャツとショーツのホワイトの部分での色味をね、このように少し統一感を持たせてあげると大人っぽく合わせられるのではないかと思います。ボタンを閉めてみましょう。ボタンを開けている方がよりこうカジュアルな感じですね。閉めるときちっと感が出てくれます。でサコッシュをつけるとね、少しこうカジュアルさがプラスされるので、このようにね、手ぶらで何もカバンを持たない方が大人っぽさが演出できると思います。足元もさっきのグルカサンダルでもいいですし、このようにね、ライトブラウンのユッタニューマンに合わせてもかっこいいと思います。でバンドカラーシャツ、少しこう長い素材のシャツなのでね、このような感じになります。はい、それではね、3つ目のコーデはこちら。テーマは前回の告白で彼女ができ、そして3回目のデートも鎌倉デートで、今日の夜こそイチャイチャしちゃうぞというコーデなんですが、女の子的には3回ともなんで鎌倉デートやねんっていうコーデ、最後はね、ちょっとオレンジカラーにビビッドなオレンジにブラック、そして足元はニューバランスを合わせてカジュアルさをより出させているんですが、トップスをブラックで合わせることで大人っぽさを演出しております。カバンもミリタリーのカーキの色を合わせることで、ちょっと武骨さをね出してやってみました。足元ね、グルカサンダルとかユッタニューマンだったりサンダルで合わせること多いんですけども、このようにね、ニューバランスの 990V5 なんか合わせてあげると、スニーカーでも子供っぽくならずに少し知的な印象で合わせられるんじゃないかなと思います。最後は待ってました、ムーンウォーク、よいしょー、はい、という感じでどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ということで本日はショーツを大人っぽく履きこなすポイントとコーデの解説でございました。本日の動画が参考になった方、面白かった方はぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。こういった感じで夏のファッションの動画とかもどんどん上げていきたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でもお会いしましょう。それではアリーベデルチ。